ボブ・オートン・ジュニアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。カウボーイ・ボブ・オートンのリングネームで知られる。カンザス州カウンザスシティ出身。愛称は、エース。父親のボブ・オートン、実定のバリー・オートン、息子のランディ・オートンもプロレスラーである。キャリア前世紀は、カウボーイ・ギミックのヒールとして活動し、NWA や WWF の、次期世界チャンピオンの有力候補とされたが、 持ち前の反骨精神や素行の悪さも災いし、ビッグタイトルには縁がなかった。私生活においても喧嘩っ早いことで知られた。しかし、高度なレスリング技術と荒っぽい喧嘩ファイトが混在した独創的なスタイルは飛び抜けており、レスラー仲間や関係者、黒音筋のファンからの評価は非常に高い。広松ダヤジャック・ブリスコのトレーニングを受け、 エディ・グラハムが主催していた NWA フロリダ地区で1972年にデビュー。1973年より、ジム・バーネット主催の NWA ジョージア地区に転戦。当初は、ミスター・レスリング2号のパートナーに起用されるなど、ベビーフェイスのポジションにいたが、やがて花っ柱の強さを生かしたヒールに転向。1975年6月27日には、ディック・スレーターとの喧嘩やコンビで、 ボブ・アームストロングロバート・フラーから NWA ジョージアタッグ王座を奪取した。1976年5月25日にはフルスのフロリダでジャック・ブリスコを破り NWA フロリダヘビー級王座を獲得。7月にダスティローデスに破れタイトルを失うも同年にテリー・ファンクの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦して幻の体感を果たすなど 次期 NWA 世界王者の有力候補に浮上した。同時期、彼同様に、シューターとして、名を馳せた、ボブループとタッグチームを、結成、1977年から1979年に、かけて、フロリダやアラバマなど、南部のタッグ戦線を接見した。アラバマでは、覆面レスラーのジーン・インベーダーに変身し、1979年1月に、ジェリーブ・ブラックウェールと組んで、 タック王座をダッシュしたこともある。この間、1978年にはアワに参戦、カウボーイギミックの選抜である、ブラック・ジャック・ランザのパートナーを務め、ランザや、ニック・ボック・ウィンクルと組んで、グレッグガニアジム・ブランゼルのハイフライヤーズが保持していたアワ、世界タック王座にも挑戦している。1979年下期ランディ・サベージの父親アンジェロ・ポッフンが立ち上げた。 ケンタッキー州歴ントンの新興インディー団体、アイカップリングウィズに、ループや弟のバリー・オートンと共に参画。最終的には、ポッフォと他元は勝つが、NWA 非加盟の独立団体に協力したために、すぐには NWA の主要テリトリーに戻ることができず、1981年からは、ループと共にビル・ワットのムズワに転出。テッド・デビアス、マイク・ジョージ、 ジャンクヤードドックラと構想し、8月6日にはミシシッピヘビー級王座も獲得した。1982年2月よりグランウィザードをマネージャーに迎えて WWF に登場。この WWF 参戦を機にリングネームをカウボーイ・ボブ・オートンに定着させ、8月2日にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、ボブ・バックランドの WWF ヘビー級王座に挑戦。 10月4日の定期戦では、アンドレザ・ジャイアントとシングルマッチで対戦した。また、当時ペドロ・モラレスが保持していた、インターコンチネンタルヘビー級王座にも、再三挑戦している。1983年は、ジム・クロケット・ジュニアが主催するノースカロライナの、NWA ミッドアトランティック地区を、活動拠点に、旧ユース・レーターと共に、当時の NWA 世界ヘビー級王者ハーリー、 レースのボディーガードとなって、ディック・フレアやリッキー・スティム・ボートと交想。翌年1月8日には、ドン・カヌードルをパートナーに、トーナメントの決勝で、ドリー・ファイク・ジュニアジミー・バリアントを下して、ミッド・アトランティック版の NWA、世界タック・王座を獲得した。1984年、ビンス・マクマ・ホン・ジュニアの身体制下で、全米進行を開始していた WWF と再契約。 ロディ・パイパー、ポール・オー・オン・ド・オフとヒールのユニットを結成して、ハルク・ホーガンと敵対する悪役3人組の一人として活躍した。1985年には、サタゲー・ナイトメインイベントの第1回放送において、ホーガンの WWF 世界ヘビー級王座に挑戦している。またこの頃から、左前腕にギップスを装着し、狂気として用いることもあった。 1985年3月31日のレッスルマニア第1回大会のメインイベントでは彼の狂気ギプス攻撃の誤爆が決まり手となっている。その後オンドーフがグループを離脱してからもパイパーとはコンビを組み続けエースのニックネームでパイパーのボディーガードを担当。パイパーのベビーフェイス転校後はドンムラこと新コンビを結成していたが1987年に wwf を退団した。ジミー・スヌーカと対戦するボブ・オートン・ジュニア以降は、ジム・コルネットが主催する、ノックスビルの SMW やシカゴのオーフ、カリフォルニア州マリナ、デルレイの UWF など、各地のインディ団体で活動後、1990年代後半に引退した。2005年に入り、wwe で、息子、ランディ・オートンとジアンダーテイカーの構想アングルが、 開始されると、ランディのマネージャー役として、スマックダウンに登場。4月3日のレッスルマニア21では、ランディ対テイカー戦に乱入、往年の狂気ギプス攻撃を見せた。その後も息子のマネージャーとなって活動、試合にも時折出場した。2005年12月18日のアルマゲドンにおいて、アンダーテイカーとの試合中に、ストーリー上の吐血。 オートンはかつて血液から感染する肝炎をわずらっていたことがあり、その事実を知りながらストーリーを変更しなかった WWE のライター陣に対してアンダーテイカーが激怒。その結果ボブ・オートン・ジュニアが絡むストーリーラインは終了することとなり、2006年2月13日に WWE を解雇された。その後は2010年11月15日の RAW。 2012年4月20日のスマックダウンに登場。スマックダウンでは、ランディの高層相手ケインの襲撃を受けるなど、ストーリーにも絡んだ。1975年4月、全日本プロレスに初来日。チャンピオンカーニバルの第3回大会に参加したが、トーナメント1回戦でジャンボツルダに敗退している。キャリア不足を露呈して戦績はかんばしくなかったものの、 同じく同大会に初来日したマイク・ジョージやスティーブ・カーンと共に若手サンバガラスなどと呼ばれ将来を期待された。二度目の来日となる1982年10月からは WWF との提携ルートで新日本プロレスの闘魂シリーズに参戦。シリーズ最終戦では藤並辰美の持つ WWF インターナショナルヘビー級王座に挑戦することが発表されていたが、 その後シリーズ開幕戦で藤波と仲間割れした長州力に挑戦者が変更された。1983年3月のビッグファイトシリーズ第1弾への来日時に実現したアドリアン・アドニスとのタッグチームはマンハッタンコンビと呼ばれ繰り出したハイジャック攻撃の数々は後に長州率いる維新軍団などがコピーしてタッグマッチにおける一大潮流となる。 スタン・ハンセンブルーザー・ブロディの超重コンビの対抗馬とも目されたが、諸事情でオートンの継続参戦が困難になり、以降アドニスはディック・マードックと新チームを組んだ。また、維新軍団の離脱などで新日本の選手層が薄くなった時期には、1984年11月1日の東京都体育館における藤並との WWF インターナショナルヘビー級選手権試合で花道を馬に乗って入場するなど、工業の盛り上げに一役買った。WWF 離脱後の来日となる1988年には、覆面をかぶり海賊男、ビリー・ガスパーを演じたこともある。同年11月に素顔に戻り、マードックスコット・ホールとのトリオで、88ジャパンカップシリーズのイルミネーションタックリーグ戦に出場。 1990年10月には SWS の旗揚げシリーズに外国人エースとして来日した。以降は新日本プロレスに参戦していないが、1992年7月11日にオーストリアのグラーツにて、ブルパワーの離脱で空位となっていた、クアインターコンチネンタル王座を藤並と争っている。 同年12月と、翌1993年には、剣道長崎が主催していたナウに参戦した。2008年2月16日、イグフの有明コロシアム大会、ゲノムさんに、ゲストとして、久々に来日、ビリーガスパーのコスチュームで登場後に覆面を脱ぎ、65歳の誕生日を控えていたアントニオイノキを祝福した。日本では公開されなかったが、ジャーマンスープレックスも、 彼の得意技だった。月刊プロレスでのインタビューでは、フロリダでカールゴッチにコーチを受けた際、マスターしたとのこと。また、新日本プロレス初参戦時のデビュー戦では、木村健吾を相手にアトミックドロップからそのまま抱え、式バックドロップのコンビネーション技で解消、TV 中継の解説を担当していた山本小鉄が、うまいとうなった。ありがとうございます。